竹松セカンドです。今日はね、韓国のコンビニパンで韓国の GS25 でいつもよく見るやつなんですけど、ミガチェパンソ、この種類のねパンいろいろとね売られてるのよく見るんですけど、これちょっと気になったフィンジャインジョルミクロワッサン、クロワッサンでね、このごまときなこ餅がクロワッサンだそうです。さあちょっとね、気になりません？きなこ餅がまず気になるし、フキンちゃんの黒ごまも好きだから。このシリーズ結構美味しいらしいのかな、ネットでよく紹介されてるんですよね。ちなみにカロリーが1個332キロカロリーです。はい、結構ねクロワッサンも大きめで、はい、これぐらいあります。しかもね、これフキンちゃん黒ごまはもう外だけなのかな、この上に黒ごまがめっちゃかかってる。サイズもこれ結構大きめ、私のでっかい顔にこう近いぐらいの大きめです。はい、ちょっとねごまが落ちまくってるけど割ってみます。あ、すごいごま大変。あ、すごい、あ、見える、お餅ちょっとねお餅が伸びて、思ったよりもクリーム少ないけど、なんかクリームもねきなこクリームになるのかな。でお餅がね伸びました、トロンって。お餅でいいのかな、クリームが伸びたのか。ちなみに黒ごまはね多分普通に周りが黒ごまでもすごいかかってる。いただきます。もうねめっちゃ濃いきな粉、きな粉クリーム、うーん、餅ではないのか。なんかねインジョルミってきな粉餅の場合が多いから、私は勝手にいつもきな粉じゃなくてきな粉餅なんだなって認識してたけど、これはきな粉だわ。やっぱインジョルミ自体はきな粉なんですね。そりゃそうだわ。でもなぜかインジョルミって使ってきな粉餅が入ってる、餅も入ってる場合がねかなり多いです。でもクリーム終了、こんなに多くないクリーム、端までクリームがあった方が嬉しいけど、パンがねちょっとクリームがないと物足りないかも。なんかクロワッサンのサクサク感はないけど、バターのいい風味はある。あ、きなこクリームこれ濃いわ。なるほどね、クリーム量は少なくてもこの濃い濃いきなこクリームで美味しさをね組み合わせてる。画面に映ってないけどきなこがすごいです。きなこじゃない、ごまがすごい。もう袋の中もすごいごまが溜まってる。食べ終わった。感想で言うと普通。ナイキで飛んでんじゃん袋。悪くはないんですけど、ごまもたっぷりだし、ただクリームがちょっと少ないのとお餅が入ってないのは残念で、もそこを抜いたとしてもちょっとねクロワッサンの生地がもうちょっとクロワッサン感があったらいいなって思う。まあでもお手軽に買えるねコンビニパンとしては、まあクロワッサンはこれぐらいなのかなとも思ったりもするけど、最近ねコンビニパンでもクロワッサンクオリティ高いの多くなってきたから、まあそこと比較するとね物足りないクロワッサンのパン生地なのかなとは思いました。まあでもね、好みかな、好みだけど、まあ普通でした、普通。でもまあ毎回ねセカンドチャンネルは自由にいろんなものリビューしてるから、まあこれは普通なんだなって感じで思ってください。このシリーズね、美味しそうなのいろいろ出てるけど、どうなんだろう、ちょっとまたこのシリーズを試そうかなと思う。これはこれとして、他のね、もしかしてこのミガクチェパンソ、このシリーズは他の美味しいかもしれないし、以上、韓国のコンビニで買ったミガクチェパンソのフギンジャジョインジョルミクロワッサンでした。